とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、モッド、新しく入れてみました。モッドの名前が、レッドウェーブっていうやつでしたね。どこで戦うのかちょっとわかんないですけども、おそらく、見た感じがね、ネザー要塞とか、荒野、シンクの森、多分この辺りじゃないかな。なんか赤い地面だったので、多分この辺りだと思います。行きましょう。あ、クリーパーの森でした。クリーパーの森。で、ゾンビ？うん。あ、もう、まあまあ、今日はこの装備で行きます。グレイブ。なんかそんな感じでね、あんまり、強そうな感じではなかったんだよね、見た感じが。おいおい、雑魚多めだね。あ、HP 結構高い？いや、そうでもないか。エンチャンター、特に問題なく倒せてますね。おい、次はネクロが出てきました。でもそう大したことないぞ。まあ、ボスが何が出てくるかだよね。ボス次第。お、次が、レッドストーンゴーレム。来やがったね。きついきついきつい。よし。お、もう倒した。で、エボーか。ちょっと待って。地雷があって戦いにくい。エボーかプラス、ロイヤルガード。じゃあいい。OK。雑魚多いね。おい。あー、なるほど。変更か。変更がついてる。オッケーオッケー。分かってしまえばもうどうってことないよ。変更付きかい。と、味方回復ね。で、エンダーマン。珍しいの出てくるもんだな。よし。オッケー。あ、で、お前もいるんか。は？簡単すぎ？報酬も至って普通ですね。はい。ということで今日は、新しいモッド、レッドウェーブっていうのを入れてみましたけども、なんだろう。雑魚ラッシュだね。雑魚ラッシュ。雑魚がバンバン出てきて、最後に、村人の王が一体だけ出てくるっていう、なんかそんなところでした。全然余裕じゃん。余裕すぎる。はい。雑魚ラッシュでした。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。